東京学芸大学附属世田谷中学校は東京都世田谷区深沢に所在する東京学芸大学附属の国立中学校通称府中与田中学予伝設置者は国立大学法人東京学芸大学東京学芸大学の附属研究機関であるため教育実習が多く毎年研究大会が開かれており実験的な授業が行われることも 少なくない。同校教諭は大学職員という位置づけなので教官と呼称され、職員室にあたる場所は教官室であるが、生徒は他校同様先生と呼ぶ。学校長は東京学芸大学の担当教授が任ぜられるが、実務は副校長が担っている。付属世田谷小学校から内部進学した生徒と外部より、 中学受験をして入学した生徒で構成される。なお、生徒の間では前者を内部生、校舎を外部生と呼ぶことがある。付属高校を有しても、中高一貫教育制度ではないため、高校受験は全生徒が必ず通る道となる。定期校舎が通常の公立中学校は年5回中高一貫校の受験校ならば、 実質的に10回程度行っているのに対し、当校は1学期に1回の期末講座のみ、すなわち年3回である。国立大学附属学校特有の教育実験校として、時間割編成は年度によって様々である。例えば、2003年度から3年間、文部科学省から研究開発学校の指定を受け、1学年時に週六時間、2学年時に3時間。 三学年時に三時間当てるという授業集中型カリキュラムを実施した。カリキュラムは終了したが、現在もこの授業形式は続けられ研究が続いている。また、選択教科は特定の学期末に集中して授業がなされる。校風は自由な学校で多くが生徒の自主性に任せられており、生徒の強い要望による緑との会の企画により食品を販売する。 ブリックパック自動販売機が設置された。東京学芸大学附属高等学校は4校の、附属中学校からの内部進学者と外部受験者を受け入れるが、本校から附属高校へ進学する割合は2分の1程度であり、その他の生徒は外部の高校へ進学する。附属高校へ進学する場合は入試を受ける必要があるが、外部受験者と比較すると合格しやすいという。 外部の高校へ進学する場合は、難関高校に進学する場合が多い。ありがとうございます。